それでは一言お祈りをさせていただきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。愛する天の父よ、一羽のスズメにさえ目を留めたもう主は、私たち一人一人の歩みに御目を留めて、あらゆるご配慮をもって導いていてくださることを感謝いたします。どうか今日私たちがあなたについてより深く知ることができるように、そしてあなたを信頼し信じてついていくことができるものとなりますように、聖霊によって導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。だいぶ以前のことですけれども、海の上での一隻の漁船が、沈没したという事故がありました。覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、乗っていた、乗組員たちは残念なことに亡くなられたのですけれども、一人だけ行方不明になっておりました。それで、ダイバーたちが何日間か懸命に捜索をいたしましたけれども、見つかることができませんでした。そして1週間ほど日にちが経ってしまったのであります。もう捜索を打ち切りにしたらどうかという意見が出始めたときに、その行方不明の乗組員の奥さんが小舟に乗って、その船の上から何度も頭を下げながら必死に訴えて、どうぞ捜索を続けてください、あの人は生きています、お願いしますと言って何度も何度も懇願するのであります。それでダイバーたちは再び海に潜って、沈没した船の周りをよく調べてみました。そしたら船の丸い窓のところでちらっと何か動くものが見えたのであります。それは確かに人が何かを動かしたような感じでした。そして遠くで何かトントンと音がするようなものが聞こえたのであります。それでひょっとして船の中に閉じ込められているかもしれないということで、再び必死の作業が捜索が始まったのであります。そしてその行方不明だと思っていた乗組員は、沈没した船のわずかな空気のある隙間で閉じ込められていたということが分かったのであります。そして生きていたのです。それでもって救出作業計画が改めて立てられて、やっとのことで彼を沈没した船から救い出すことができたのでありました。ご主人が必ず生きていますからと信じて捜索を続けてほしいと懇願した、この奥様の信仰にも近い気持ちがご主人の命を救い出したように思われてなりません。現在このご夫妻はお元気で八百屋さんを営んでいらっしゃいます。礼拝の中で私たちは今創世記の中でアブラハムと奥さんのサラについて見ております。アブラハムと妻のサラは神様から驚くような約束を与えられて、そのことをなかなか信じられないでおりました。自分たちの目の前の現実を考えるととても信じられないことでありますが、神様ははっきりと何度もあなた方に子供を与え、あなた方の子孫は
星のように多くなるであろうと約束されました。創世記の17章のところでアブラハムが神様の約束を聞いて容易には信じることができず、とうとう笑ってしまったということが記されておりました。そして今日の18章では妻のサラもまた笑ってしまうのであります。まあ常識的に考えて彼らが笑ったということは、まあ、ごく自然なことであります。アブラハムは当時すでに99歳、奥さんのサラは90歳、まあそんな二人に子供ができるわけがない。たとえ当時の人々が今より随分と長生きしたとはいえ、サラはもう子供を産める年齢をはるかに超えておりました。ですから神様の約束とはいえ信じることは難しいことでありました。今日の18章の状況は、3人の人がアブラハムの天幕を訪ねてくるところから始まります。アブラハムはうやうやしくこの見知らぬ人たちを心からもてなすのであります。当時の習慣であったと思いますけれども、このアブラハムのもてなしは特別に心を込めたものであったように印象を受けます。早速料理をして彼らをもてなしました。そして食事も一段落したときに、この三人のうちの一人がアブラハムに、またサラにも聞こえるように、来年の今頃あなたの妻サラに男の子ができていますと告げるのであります。それを後ろの天幕の中で聞いていたサラが心の中でうふっと笑ったというのであります。12節を見ますと、サラが心の中で思ったことが記されています。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで、まあこの時のサラの顔を思い浮かべることができそうな感じがします。そして13節にこう記されています。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうかと、こんな年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか、来年の今頃にサラはに男の子ができていると告げられたのであります。この三人の人は主からの御使いであったということというよりも主ご自身であったということがここでわかるのであります。ですからサラの心の中が見通しであったわけであります。その後聖書はわざわざこんなことを書いています。サラは私は笑いませんでしたと打ち消したと記されています。恐ろしかったからであると、そういう説明までなされています。しかし主は仰せられた、いや確かにあなたは笑った、まあこんなことまで記されているのであります。アブラハムにとってもサラにとっても信じられないのは特別なことではなくて、まあ誰にとっても信じられないことであっただろうと思います。このような記事が聖書に記されているということはどんな意味があるのでしょうか。そこが私たちの知りたいところでありますが、年とした一組の夫婦が子供を奇跡的に授かったということを語らんとしているのでしょうか。どうもそうではありません。神様について重要な真理が述べられていることがわかります。これは
ただ年取った夫婦が子供を奇跡的に授かったということだけを言っているのではなくて、その重要な真理とは、神様が人間の常識を超えることをなさるお方であるという、その真理に加えて、ただそれだけではなく、神様は私たちの未来に希望を与えてくださるお方であるという真理であります。アブラハムとサラの間に子供がなかったということが象徴していることは、彼らの未来が行き詰まっていたということでありました。そしてそれは人間的にどうすることもできない状態を表しています。私たち人間の閉塞的な状況のすべてをここに象徴的に表してくれているのであります。このアブラハムの置かれている状況、将来に希望を持つことができなかったという状況、自分たちの将来に何の望みがあるだろうか、何の喜びがあるだろうか、ただ置いていってあとは朽ち果てるだけではないだろうか、そういう私たち人間の根源的な存在を象徴しているのが、この時のアブラハムとサラの記事であります。そんな彼らの生活の中に、天から与えられたのが神様の信じられないような約束であります。一人の子供が与えられるであろう、それは全ての喜びの象徴であります。未来の象徴であります。自分たちの将来に希望があるということの象徴であります。聖書に掲示されている神様は希望の神であると記されています。私たち全ての人に希望を与えてくださる、そんなお方が主なる神であります。人間的に考えると、将来は暗く閉塞的で、ただただ弱くなっていく、衰えていく、小さくなっていく、それだけだと考えてしまいやすいのですが、私たち人間はそのように自らを見やすいものであります。使徒パウロもこんなふうに言いました。私たちの外なる人は日々衰えていくが、外面的には私たちの身体肉体は衰えていくという現実を語っています。しかしその後にこう言っています。しかし内なる人は日々新しくされる、こう証言しています。どんなに抗っても外なる人はやがて衰えていくでしょう。しかし内なる人、つまり私たちの心、霊、魂、この見えない命、それはイエス・キリストにあって日々新しくされていく。聖霊によって私たちは日々イエス・キリストの御姿に似せて栄光から栄光へと作り変えられると約束されています。外なる人が全てではないと聖書は語るのであります。内なる人、私たちの心、この霊が日々新しくされる信仰の世界というものについて聖書ははっきりと掲示してくれています。私たちの将来に本当の希望をもたらしてくれるもの、それが聖書の御言葉であります。神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生きると記されています。アブラハムとサラの人生に希望をもたらすことのできるお方は主なる神だけであります。神様の
与えてくださる希望は人間の常識を打ち破ります。人間的な常識で考えるならもはや希望も将来も夢もないと、そういう状況を思い浮かびますけれども、しかしそういう私たちに希望を与えてくれるのはただ神様だけであります。14節に主がこう語っています。主に不可能なことがあろうか。人間の常識を打ち破ることのできるのは神様の力であります。私たちの将来に本当の希望を与えることができるのはただ主なるイエス・キリストのみであります。信仰がなければ私たちは人間の限界にばかり目が奪われて、心が暗い思いにとらわれていくのではないでしょうか。他の人と比べて自分の能力のないところばかりが目につくのではないでしょうか。自分の持っているものよりも持っていないものにを考えてしまうのではないでしょうか。そして私たちの肉体はどうしても衰えていきます。また置かれている状況も厳しいものがあります。この厳しい世の中で信仰がなければどこに希望を見出していけるのでしょうか。聖書は私たちに天からの神からの希望をもたらしてくださいます。その意味で聖書に掲示されている神様は希望の神と呼ばれているのであります。ある時創世記の旧約聖書のエレミア書という書を読んでおりました。その時のその書の31章の17節の御言葉が私の心に焼き付いたのであります。エレミア書31章17節こう記されています。あなたの将来には希望がある、あなたの将来には望みがある、このような御言葉が記されているのです。そしてその御言葉が聖霊によって私にとって命の言葉として与えられました。もう何十年も前ですけれども、その御言葉が毎日のように私の心にこだましてくるのであります。このエレミア書の置かれていた状況というのは、イスラエルの国が他国の勢力によって占領されて、人々は捕虜となって連れて行かれ、もう絶望的な、国が滅びるというような、滅びてしまったという、そういう状況の中で預言者エレミアを通して神様が語られた御言葉であります。全てを失ってしまったその状況の中で神様がその民に語られた約束です。あなたの将来には望みがある、この御言葉が神の御言葉であります。人間的に考えたらどこにも望みは見出せませんけれども、主なる神イエス・キリストを信じる人々はどのような状況の中でもあなたの将来には望みがあるという神様の御声を聞くことができるのであります。そしてその御言葉が私たちを引っ張り、失望することなく一歩ずつ前へ進ませてくれるのであります。そしてこの地上での旅路を終えたなら、本当の永遠の光の中で、永遠の都の中に招かれるのであります。それまでは私たちに希望を与え続けて、与えられた使命を完全に全うすることができるように導いてくださるのであります。神様の与えてくださる希望とは人間の常識で測ることはできません。人間の常識を打ち破るものであります。あのヨハネ福音書の
9章に出てくる物語がそのことを告げてくれています。そこには生まれつき目の見えない人が出てきます。当時の人々は彼を人間扱いすることなく、彼は物乞いをしながら生きていかなければなりませんでした。そんな姿を見たイエス様の弟子たちがイエス様に尋ねます。先生、どうしてこの人は生まれつき目が見えないのですか。誰かが罪を犯したためですか。この人ですか。それともその両親ですか。するとイエス様は答えられました。それはこの人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためですとお答えになりました。このような答えを聖書以外のどこに見出すことができるのでしょうか。神様の素晴らしい御業がこの人に現れるために、この人の目が見えないことを神様が許されたのですとイエス・キリストは言われるのであります。これは神の与えてくださる人間の常識を超えた希望であります。将来であります。以前お話ししましたオーストラリア生まれのニック・ブイチチさんという方は、イエス・キリストのこの御言葉によって生きる希望を見出した人であります。生まれながらにして両手両足がなく、学校ではひどいいじめに遭い、もう子供の時からすでに人生を儚み、どうせ自分は将来仕事もできないし結婚もできないなら生きていても意味がない、そう悩んで彼は何度も自殺をしようと思ったのであります。その少年がこのイエス・キリストの御言葉に出会って生きる希望を見出し、今は全世界を飛び回って福音を人々に述べ伝えていらっしゃいます。ニック・ブイチさんを通して神の御業が現れたのであります。主に不可能なことがあろうかという問いかけは、主にとって絶望ということがあろうかという問いになります。主にとってもうダメだ、意味がない、生きていても仕方がないということはありえない。いや、主はどんな状況にも希望をもたらすことのできるお方であるというのが聖書のメッセージであります。聖書が掲示される神様は希望の神であります。将来に何の希望も持てなかったアブラハムとサラのこの夫婦にとって、神様は希望の神として現れてくださいました。あなた方の将来には望みがあるというメッセージをいただいたのであります。そしてついにアブラハムとサラがその神様の御業を目撃することになったのであります。私たちにとって重要なことは、この神様の真理を、約束を信じて、しっかりとそれを受け止めて主を信頼して生きるかどうかにかかっております。大阪の堺市に又木泰三さんという方と奥様の聖子さんという方が住んでいらっしゃいます。泰三さんはアルミ会社の営業マンで仕事熱心でした。その一方で家庭をあまり顧みず、お酒やギャンブルに
熱を上げ、毎晩夜中に酔って帰宅するという生活が続いておりました。そのため夫婦は離婚の危機を迎えていたのであります。そんな折に奥様の聖子さんが妹さんに勧められて教会に行くようになりました。教会に居場所を感じ、祈りの中で神様を感じるようになっていきました。教会に行き始めても、初めの方は夫に対して怒りしかありませんでした。喧嘩も絶えませんでした。しかし教会に行き始めてからぐっと我慢し、トイレで泣きながら祈ったこともあったようです。それでも夫はなかなか変わらなかったようです。そんな日々が3年ほど続いたある日、いつものように酔っ払って帰ってきた泰造さんの顔がひどく寂しそうに見えました。不況の煽りを受けて会社が傾き始めていた頃であります。聖子さんは思いました。ああ、この人も本当は寂しかったんやと思ったのです。一方泰造さんは、妻の聖子さんがどこか変わってきたことに気がついていました。喧嘩が絶えなかったのに、最近はやけにおとなしい、聞けば教会に通っているという。泰造さんは聖書の中に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるという言葉を見つけました。泰造さんは、人はしっかり稼いでパンで生きるものだと思っていましたから、この聖書の御言葉は彼の考え方を180度変えてしまう御言葉となりました。そしてやがてイエス・キリストの御言葉に引き寄せられるように教会に通い始め、数ヶ月後に夫婦揃って洗礼を受けたのでありました。その後すぐに不況の影響で会社の泰造さんのいる部門が閉鎖となり、リストラされてしまったのであります。仕事を失い、当時の住まいがあった名古屋から聖子さんの母親が暮らす堺市に移り住むようになりました。その後泰造さんがクリーニング店で働き始めた時のこと、荷物運搬用のエレベーターに首が挟まり、頭蓋骨骨折の大けがを負いました。しかしその時、イエス様助けてくださいと叫んで、彼が助けられたという経験をします。その経験を通して泰造さんの信仰はさらに深められていきました。その後転職して、泰造さんは初めて介護の仕事に就きました。その後家族みんなでデイサービスを始め、介護事業に乗り出していきました。現在堺市を中心に10カ所の事業所を展開し、利用者は1500人、スタッフは450人となっています。2人は信仰を中心にして事業に取り組んでおられます。聖子さんは、神様が背後におられたからいろんなことを乗り越えられました。神様にすがって生きることの素晴らしさを伝えたいと思いますとおっしゃっています。人は老いてからも自分らしさを保つことは難しい。でも神様からいただいた人間らしさ、心を大切にする介護を目指していきたいと、そんなふうにおっしゃっています。主に不可能なことがあろうか、アブラハムとさらに投げかけられた神様からの問いかけであります。主が希望を与えることのできないような状況というものがあるだろうかと、主は私たちに問いかけておられます。聖書のメッセージは、あなたの将来には希望があるという真理であります。恵みの
約束の宣言であります。イエス・キリストと信仰によって結びつくということによって、私たちはあなたの将来には希望があるという神様の生きた御声を聞きながら、どんな状況の中でも前に向かって生きることができるようになるのであります。そのような神様の御声が日々こだまするような信仰生活を送っていこうではありませんか。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものとなろうではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する天の父よ、主に不可能なことがあろうかとあなたは今朝一人一人に問いかけておられます。人間の常識でしか生きることができない私たちに、常識を打ち破って将来を切り開かれるあなたの力を示そうとして、聖霊によって私たち一人一人に促してくださいます。どうか私たちがあなたに対して心を開き、あなたの将来には希望があると言われるあなたの御言葉をしっかりと受け止めながら、与えられた日々を生きるものとなることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。